ここだよ。こんなところにゲームセンターなんてあったのか。普段入らないから気づかなかったな。それでそのクレーンゲームってのはどれのことだ。あれです、あの店先に置いてあるのです。可愛いとは言い難い不思議なぬいぐるみばっかりに見えるな。これをやるのか。可愛いです。そうだよ、可愛いよ。あ、分かった分かった。それでどれが欲しいんだ。オカリナにしがみついた猫耳の女の子のぬいぐるみです。あれか、うまくいけばいいんだが。お、取れた。キャー、まさかのさん、すごいです。一発で取っちゃいました。運が良かっただけだって。ほら、大事にしてくれよ。さっき、宝物にしますね。まさかの、私のも通ってよ。あの頭が良さそうだけど、寒いギャグを連発しそうな顔した女の子の人形。ゼット、お前趣味悪いな。まあいいや。すごいすごい、2連続で一発撮りだよ。まさかどさん、本当にこういうゲームってやらないんですか。ああ、なんか一生分のラッキーを使った気分だ。とりあえずほらよ、満足したか、Z。Z って呼んでも怒らないってことは、それだけ喜んでるってことか。ま、二人が満足してくれたならいいさ。さ、そろそろ行こうか。あ、待って、まさかど、まだ一回できるみたいだよ。ああ、少し多めに入れてたからな。二人は他に欲しいのはないのか。さっきはこれが欲しかっただけなので。私も同じだよ。まさかどは何か欲しいのないの。そうだな、まあ適当にやって、取れたら部屋にでも飾ってみるとするか。さてと、どれを取ろうか。よし、あの眠ってる女の子のぬいぐるみにするか。え、取れた。3連続です。まさかど、本当にクレーンゲームあまりやらないの。ああ、なんだか来世の運も使い果たした気分だ。まあせっかく取れたんだし、部屋に飾るさ。なんだこのぬいぐるみ。ぬいぐるみ？私ぬいぐるみじゃなくてヒューマだよ。ぬいぐるみに囲まれて寝ようと思って機械の中に入ってたのに、起こさないでよ。起こさないでも何もないだろう。そんなとこで寝るなって。でも捕まっちゃったんだから仕方ないよね。あなた、お名前は？どこに住んでるの？あ、青と正門。家は緑の丘公園近くのボロ屋だけど。今日から私もあなたのお家に住ませてもらうね。よろしく。はあ？いや、そんな突然。それじゃあ、先に帰ってるね。バイバーイ。しまった。クレーンゲームの中に入り込んだヒューマなんて
初めて見ました。フィルちゃんはどうですか？私も初めて見たよ。珍しいもの見れてなんか得した気分かも。俺は帰るのが怖いけどな。もうすでにヒューマは3人も家にいるってのに。賑やかで楽しそうなお家ですね。でも楽しかったね。欲しかったぬいぐるみは取ってもらえるし、まさかどのスーパープレイも見せてもらったし。運が良かっただけだって。本当に自分でも驚いてるくらいなんだぞ。でもまさかどがぬいぐるみを取ってくれたのは事実なんだし、すごいもの見れたのも本当のことだよ。まさかどさん、また何か欲しいのがあったときはお願いしてもいいですか？仕方ないな。でも今日みたいに絶対取れると思ったりはしないでくれよ。やった、サキすごく嬉しいです。私も何か欲しいのがあったときには真っ先にまさかどにお願いするね。すごく楽しいや。ティリアのボディーガードをやるようになってからというもの、こういうこととは全く縁のない生活だったからな。明日で俺のボディーガードとしての生活も終わりなんだよな。そろそろ普通の学生に戻るっていうのもありなのかもしれないな。なあ、二人とも週末ってなんか予定入ってるか？ですか？さっきは特に何も入ってないです。私も暇かな。そうか、よかったらさ、3人で遊びにでも出かけないか？いいの？まさかどは何か用事とかないの？まあその頃には多分ものすごく暇になってるはずだからな。まあ無理にとは言わないけど、よかったら。行きます行きます。さっき絶対予定は入れないようにしますね。私もまさかどの行きたいところがあるならどこにでもついて行っちゃうよ。どこに行くかも週末までに話し合って決めようぜ。俺も最近の遊べるスポットとか全然知らないからさ、その辺の知識は二人の方が多いだろ。おすすめの場所があったら教えてくれると嬉しいんだが。おう、そういうことだったら任せてよ。はい、サキたちのおすすめスポットとかいっぱいマサカドさんに教えますね。うん、楽しみにしてる。サキたちもすごく楽しみです。フィルちゃんも楽しみですよね。もちろん。ほんと今日はすごくいいことばっかりだよ。二人とも喜んでくれたみたいだ。とそろそろ研究所に行くとするか。あ、すっかり忘れてた。そろそろ行かないと遅刻しちゃう。学校が終わったばかりなのに遅刻を心配するっていうのはなんとなく面白いですね。ああ、まったくだ。とにかく急ぐとしよう。